メイクをしてないので暗くてすいませんが、ちょっと薄暗いとこで配信してます。とは言ってもちょっともう今日はねほぼ何もしていないというか寝ていたという感じですので、パジャマです。すいません。今なんだっけ、サザエさん今やってるのか、ちびまる子を見てました。ちょっと疲れちゃいました、昨日はね。だから今日はすごい寝ました。こんばんは。今日も何もねしていない。まあちょっとダンスはやんないといけないんですけど、頑張ります。今います。例の方もいます。フクペグさんありがとう。ボルデモートがいます。名前を呼ぶな。ボルデモート、ボルデモートプリンセス。ムケイさん、ドマさんありがとう。マサシさんありがとう。暗い部屋でもね、まあここはちょっと暗い。え？ちょっと暗いけど家ね。いつも暗いんです。さえちゃんいる時はねなおさら暗いかも。勝手に暗くしてます。そうめっちゃね眩しいよこの家。そう、あれもっと明るかったよ前の家だから眩しいって。そう、いや暗くした方な。これつけてあげようか。どうん、でも顔あんまり映した、やべもう明るくなりましたね今の。いやー、バラさんありがとう。もうびっくりした。さあさあありがとう。タータさんありがとう。いや、メイクしてないので、顔はあんまり見せたくないですね。本当に。さんのさ、うん、奥さんの声変わってる。え、そうなの？眩しいの苦手。やっぱそうなんだ。そういう人もいますよね。私ホテルの部屋もさ、めっちゃすごい暗い。暗い。なんかさ、ホテルの部屋さ、行くじゃん。さえちゃんの部屋行くやん。それさ、なん。なんかそういうさリラクゼーションみたいなさマッサージ屋さんみたいな色味なんか行ったことあるもん。そういうさヘッドマッサージみたいなところのさあの照明ちょっとしかついてない照明みたいな、そうすごいそんな感じ、アロマがたかれてるような部屋。うんうん、もう薄暗い部屋です。そう部屋なんです。さえちゃんの部屋はね、なんか間接照明的なやつしかつけない。そうそうそう、眩しいもんホテルとか特に。そうね、まあ確かに眩しい。だって私家もさ暗いしさ、うん、暗いね。でもリビングは明るいけど、うん、いやでも暗くする、暗くしてるね確かに。確かに。あ、そうだ、選抜発表されてから一緒に配信するのは、一緒に配信するっていうか一
一緒の場所にいるのは初めてなんだけど、言ってないけどさ、まだあれ、その来た時の、ああそうなの、え、なんでなんでよなんでよ、はい、そうです。ああダメダメ、踊っちゃうよ、ダメダメ、あ、やば、びっくりした、ね、ちょっとそれ難しい、なんでそこでやんのよ。やったってだとあれだから、明るいじゃん、ちょっと、だからでもその連絡来た時大喜びしたっていう話、ありがとう。え、見て、なんかさ、黒くなってきちゃった。え、ね、ヴォルデモートになってきちゃった。全然白く、ここだとちょっと、なんで照明がなんか暗く、暗いから爪が黒いから、うん、痛いのこれ、親指ね。じゃあ選抜の撮影の時の愛知ってた話していい？うん、愛知ってた、あの、うん、あのね、ホテルのね、ホテルの部屋にね、うん、まあ毎回多分ドライヤーがあるんだけど、うん、私はいつもドライヤー持って行ってるんですよ、自分のやつね、うん、でも愛知丸はドライヤー持ってってなかったんだよね、うん、で多分ホテルの部屋で見つけられなくて、どこにあるか、うん、で貸してって LINE が来たから、いいお部屋取り来てって言って部屋番号も言ったら、なんかなかなか来ないなって思って、でもトントンは聞こえるのよ、うっすら、でもうちの部屋ではないと思ってパッて開けたら、さえの部屋の前の向かいの部屋を一生懸命トントンして違う違う違う、こっちね、本当にさ、誰かメンバーだったよ、あそこの部屋。そうだよね、でも急いで逃げた、うん、あのやべとか言ってピンポンダッシュ、わざわざさ言ったのにさ、合室、うん、もちゃんとトントンダッシュ、なんか雰囲気でトントンしないで、うん、いやここかな、確かここだったような一か八かしたら、やめてよ言ってんのに、うん、しっかり外した、うん、あいつってるでしょ、うん、危なかった、こういうとこです、危なかった。そう、いやさ、ドライヤーないってこと普通ないよね、あんまり、うん、みんなどうしたんだろうね、あ、そっか、いや多分どっかにあるの、だって乾燥、自然乾燥だから、いやいつもだって、そう大丈夫、だってすごいさ、いろんなさ、ものがさ、あの、だってあれでもスチーマーとかあったじゃん、スチーマーあるのにドライヤーないことある、ないない、いろんなアメニティもあったし、え、おかしいな、でもマッサージ機もなかったんだって、引き出しにもな、私が見た限りはなかった、でさえも見ていたの、そうやって言うから、そしたらなかったでしょ、冷蔵庫の中しかないよ、いや、あ、開けた、パック冷やすために開けてなかった、おかしいな、なんでだろう、貸し出し、フロントじゃない、もしかして、そんなことあるの、でもそこでさ、そこで借りなきゃいけないの嫌だね、嫌だね普通はあるよね、持って行っててよかったよ、え、古いホテルとかじゃなかった、全然、うん、そのなんならめちゃ、しっかりしたレディースのとこだったじゃん、フロア、レディースフロアだった、レディースフロアでスチーマーとか、なんかマッサージ機、足のマッサージ機とかも、そういうそこら辺はめっちゃ良かったんだけど、そう、ドライヤーがない、さえちゃんが持ってきてくれてたから良かった、うん、そう、違う部屋トントンしてたけどどういうことそれは、もうすぐさえちゃんが開けてくれたから逃げ込んだ、うん、だってさ、来ないなって思ったの危ない、うん、私は持っていきたい派なんですよ、私持っていきたくない持っていきたくないわがままだって
重いから、うん、ダイソンちょっと重いもん。本当にキャリーパンパンだよね。そうだってスチュアちゃんのでかいじゃんキャリー。あれちっちゃいのに詰めるんです。詰め方が下手なんだよ、うん、違うよ。いやあれは小さいんです。あれ本当に下手だったよね。でもなんか確かにあれはちょっと下手すぎた。本当にねお母さんとか一緒にやったらやばいと思う、うん、ママとかにあんな締め方してたら壊れる壊れるって言われる。絶対壊れるからそうやってやってると。だってさやのやつに入れたじゃん。入んない。そうそうだそうだ、さやちゃんに入れてもらってパンパンにもうチャック壊れるよって言われちゃうくらいな締め方してるから。でもさちっちゃいって感じで難しいよね。3泊ぐらいだとでかいのにすんのもちょっとな。本当にガサツなの。でもさミクさんよりはガサツじゃないと思うよ、うん、比べないで。ミクさんキャリー持ってきてないんだからまずガサツとかじゃなくて荷物少なすぎ。まずキャリーなし3泊でハンドバッグはやばい。ハンドバッグで来てあれあずっと一緒のなんか色味だなと思って3日間ぐらいミクさん。そしたらまさかのやっぱ言ってたよね。そうだった、うん、ミクに あれなんかいつも同じ服ですねとかあれ昨日もあれだったっけと思って見たらもう預け終わったのかなと思ったら預けなしのもう一人でさーって言ってと思ってすごーミクってさすがやなと思って。なんかどこでも旅できそうミクさんならマジでリュック一つで行けちゃいます、遠征慣れなのこれは。違うよ遠征慣れだからって言って服持っていかないとかありますかおもろいな面白い、うん、そうね上級ある意味上級者って感じですね。何も気にせずそう気にしなかったらそういけるか。面白い人だなと思ってさ、うん、本当に面白い大好きだ逆に本当に面白い。マジでずっと休憩時間も寝てるしさ。いや世界一面白いみたいな。そうヨッピさんにさミクリンってかミクリンってずっと言われててすやすや寝てんの。ごめんねソファー3機が独占しちゃってて一つのソファーいや4人ぐらい座れるんだけどさやみり座っててのミクが寝っ転がってるからね。そう寝てるからさもう3機で占領しちゃってて。ミクさんずっと寝てた、うん、眠たかったからね。面白いわあんだけなんか自由人だと逆にすがすがしいほど自由人で面白い、うん、ミクの良さだよ。おもろいよ、うんうん、いやでかいキャリーケースはねうんいやアイを持ってんのよ普通に大きいのはね。冬帰省する時とかはお正月が結構使うでかいやつは、うん、そう秋冬は確かにかさばるよねめっちゃ。それが嫌だね。なんだっけキャリーケース。あ、でもさとあるさまだ情報解禁してないやつあるじゃん11月うん。それっていつなのかっていう話を昨日ね配信でえ、どれどれ後半のやつ後半ああ後半のやつそれさ早く言ってくんないと多分さね、確かに来る方の準備とかもあるじゃん。だからアイリは早くそう解禁してほしいっていう話をしてたの。あ、1579ありがとう。でもねそうね確かに来てみんなが来れなかったらねちょっとあれですしね。ぜひ来てもらえたらいいんだけどね。ポチポチしてるよってありがとう
ケンありがとうね、ストーリーもありがとう、画像がね、作ってくれる子は本当天才だ、感謝だ。どうでしょうね。でもね、あの準備、ファンの方はもしあれだったら準備 は備えてた方がいいかもです。いろいろ11月号ね、早く本当に解禁してほしいんだけど、なんでそんなに遅いんだろう。もしね、じゃあその日本語が通じない場所にもし行くとかもしだよ、国内遠征の場合はまあ大丈夫かもしれないけど、もし日本語が通じない場所とかに行くとなったら、その持ち物とか何パスポートがいるとかもなっちゃうじゃん。でもそれ今からじゃもうどうなんだろう、間に合うかな、パスポートって間に合うのかな。あ、もう無理かね、もしかしたら無理かもね。2週間ぐらい必要だよね多分。2週間、あ、今撮ったら多分ギリ大丈夫。2週間くらい一応撮っといても損ないと思います、人生において。今回行くのかわからん、まだちょっと情報解禁までお待ちくださいって感じで何も言えませんが、パスポートは取っといた方がいいんじゃないかな。そう、本当にね早く、あ、じゃあちょっともう15分経ったということなので終わりますけど、え、さえちゃん聞いた？まあ、聞いてんの。あ、ありがとう。そうね、ではランキングの N さんじゃない、ではランキングます。13位わたるさん、12位ひろゆきさん、11位まるくなっちさん、10位しびちゃりさん、9位みさおさん、8位ずっきーさん、7位だいちゃん、6位えみじゅんさん、5位かめさん、4位チロシさん、3位バラさん、2位フォクピグさん、1位タータンさん。ありがとう。いつ情報解禁なのかね、ちょっと聞いたらお伝えしますけど、ファンの方は一応なんか備えててほしいなと思います。私のファンの皆さん備えててほしいな。ではまた明日ね、バイバーイ。